金原明義、金原明義、金原明前、天保3年6月7日、1832年7月4日、大正12年、1923年1月14日は、明治時代の実業家、東都海国町上郡、安間村、原浜松市東区、安間町出身、浜名郡和田村村長、天竜川の治水事業、北海道の開拓、 植林事業など、近代日本の発展に活躍した。1868年、慶応4年5月、天竜川は大雨により、堤防が決壊。浜松及び岩田に大被害をもたらした。秋吉が19歳、1850年の時に、発生した洪水は、一瞬に、安間村を沈めてしまった。それは秋吉にとって一生忘れられない災害であった。 天竜川沿岸に住んでいる人たちの苦しむように、途方に暮れていた時に、明治維新を迎える。そんな新政府の生態の二つが秋吉に希望を与えた。早速、京都に上がり天竜川の治水策を民政局へ、検白した。だが秋吉の必死の訴えも届かなかった。しかし、8月に新政府は急に、水害復旧工事に着手した。 明治天皇東京行行の道筋になる東海道の補修が目的であった。当時の秋吉はそのことを知らずに堤防の復旧工事を行う。秋吉の優れた運営手話により8月下旬に開始した工事は10月上旬に大略が終了。その功績が認められ明治天皇当校において浜松行財所の時に明字立てを許される名誉を得た。 翌1869年、明治2年に秋吉は、静岡藩から水下各村の壮大、また、卸倉万閣に申し付けられた。そして、明治5年に浜松県から堤防付属を申し付けられ、古町役、天竜川卸不審専務に任命された。1874年、明治7年には、天竜川通堤防会社を設立。 1877年、明治10年、全財産権能の覚悟を決めた秋吉は、内務卿、大久保利道に築堤工事実現のために越見した。秋吉自身も、一階の田舎農民が内務卿への越見は、かなわないと思っていた。ところが心よく大久保利道との越見は実現した。それは、長年、誠実糸に天竜川の治水工事に奔走している、秋吉の話が、 大久保利道の耳に入っていたからである。そして、近代的な治水事業が始まった。それは、主に堤防の補強、改修をはじめ、を実施した。後年の天竜川における治水計画の基礎となった。しかし、流域の住民の利害争いが原因で1883年、明治16年天竜川通堤防会社は、幕を閉じた。以後、 秋吉の計画をひな形にして、国、県が、天竜川の治水事業を引き継いで行っていった。そのスタッフには天竜川通堤防会社や自宅で開校した水理学校の人材も多数残った。秋吉は下流域での堤防による治水が軌道に乗ると、次に天竜川流域の山間部の植林事業に乗り出した。当時、天竜川の山間部は荒れていて、 大雨が降ると、大量の水と土砂が、一気に川に流れてしまう状態であった。秋吉は、植林による治水を考えていた。そして、1885年、明治18年より植林を始める。これが、後に、天竜杉となり浜松市天竜区、旧天竜市、辰山町、三作母町、佐久間町の林業発展のきっかけとなった。秋吉は、 第3番目の事業として、疎水事業を計画した。これは、水量豊富な天竜川を二つの方向に分水。一つは、三方原台地に通して、堀り止運河、原、堀り止川に連絡、そして舞坂町に至らせる。そして、もう一つは、都田川から浜名湖に通ずるように計画された。目的は、事業計画のために測量を行い、 用水路の概要ができた。この実測と計画には、数年の歳月と多額の資金を費やした。その資金は秋吉自身が負担した。しかし、県では、現在の川工技術では実現の見込みなし、とされ計画は、不採用となった。だが、この計画は近代における天竜がありすいの、第一歩となった。この時に計画した材木の運輸は、後に、 天竜運輸会社、現、株式会社マルーン設立のきっかけになった。秋吉の知人で、後に、静岡県知事となった、小野田元博、小野田元博なる人物がいた。その小野田元、博の旧友に、庭五郎がいた。庭五郎は、会津藩士族で、明治初期に、警察官になり、後に、東京神田泉京警察署長になったが、 幕藩出身者であるがゆえに苦悩があった。やがて、北海道に新天地の開拓を夢見るようになった。そして、実地調査を行い綿密な開拓計画を立てる。庭五郎は、小野田元、と、広氏の紹介で秋吉と面会した。そして、北海道開拓の意思を秋吉に話した。丹波五郎の熱意に心打たれた秋吉は、丹波五郎に無抵等無利子で出資を開拓した。 庭五郎は、その出資金をもとに、都道、北海道瀬田名郡木名地区、後、北海道瀬田名郡今金町林丘に、農場の開拓を開始した。その農場は金原農場と呼ばれた。当時、北海道の開拓は、挫折が多く当時の北海道長官、北垣国道は苦労していた。開拓事業に秋吉は、直接携わらなかった。しかし、 幾度も都道して農場を巡回慰安、激励した。秋吉の事業経営の基本方針は、秋吉は金は値打ちのない場所、町で儲けて値打ちのあるところ、田舎で使え、という金の活用法を実践した事業家でもある。秋吉の漁業は岐阜県のアンギアから始まった。農美地震以来荒廃した被災地区の復興に協力した。 1888年、明治21年には、静岡県出国人保護会社を創設し、日本で最初に、軽営者の保護事業に着手した。現在の保護士制度の原点とされる。なお、静岡県出国人保護会社は、後に、静岡県完全会となり、今も厚生保護事業を進めている。1906年、明治39年には、広島県知事、 山田春蔵の招きで植林思想普及及及び実践促進のために広島県に出かけた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。